評家の青汁王子こと三崎優太氏34が X、ツイッターで映画バービーの原爆に関する騒動に言及した。11日に日本での公開が予定されている米映画バービーは米国発祥の着せ、替え人形、バービー人形が現実の世界にやってくるという内容の実写化映画。米国では7月21日に公開され、大ヒット中だが、本国の公式 SNS によるプロモーションが日本で問題視されているのだ。米国で同日に公開された映画にオッペンハイマーがある。原子爆弾開発に関わったロバート・オッペンハイマーの生涯を描いた作品だ。バービーとオッペンハイマーという対照的な内容の映画が話題となり、タイトルを掛け合わせたバ・ベンハイマーという造語も生まれ、SNS 上では2作品を合わせたファンアートが多数投稿された。その中には、原爆投下を思わせるキノコ雲とバービーをミックスさせるファンアートが多数投稿された。これに、バービーの米国公式アカウントが好意的な反応を見せたことで、日本の SNS 上で問題視され、炎上する事態に。日本のバービー公式アカウントは31日に謝罪したものの、日本での公開中止を求める声が出ている。この事態に、三崎氏は原爆をネタにしたファンアートが多数あるのもおかしいけど、映画バービー公式がそれを肯定するかのように乗っかるのは、さらに上と米国のバービー公式アカウントの姿勢を批判。その上で、日本人として原爆の存在が軽視されるのは許せないし、もっと声を上げないといけない。こういうのを見逃すと、舐められたままだよと訴えかけている。6日は広島、9日は長崎に原爆投下された日だけに批判の声はヒートアップする可能性もある。